あ、本当にありがとう。それ以外にどういう飲み方がいいか、ショットとかでバンバン盛り上がる感じがいいか、シャンパンポンポン開ける感じがいいか。あ、そうね、どっちもあるな。気分的にはどう？気分的には両方飲んでちゃう。最高じゃん。エリさん最初どっちがいいですか？両方混ぜてくれる。やっぱちょっと酔っ払って楽しくなってきた時にこうシャンパンゴーとかやったら一番楽しい。やっぱラストオーダーにシャンパン何本かゴーの方がいい。そうだね。じゃあそうしよう。とりあえずテキーラ楽しみ。いい感じでしょ。ありがとう。すごいね。まだ2回目なのよ。あ、そうなんだ。そう、認めまして。いつもどういう飲み方してる？今日ひたすら下ろした。そうそうそう、すごい。ラストがシャンパン、ラストが飾りみたいな。ああ。絶対ラストを取りたいみたいな。ああ、そうだね。そうだね、そうだね。取りに行くまでの過程がいろいろあるのね。飲んでメイメイするか、シャンパンで行くか、飾りみたいな。そうだ。そう、なんか負けたくないんだよね。ああ、そう、いや、頼もしいです。ハートの一番にもなりたいし、なんだろう、一番使ってる子どもの一番にもなりたい。お店の中でもってことだね。店員さんにもなりたい。最低金額で300ぐらいは普通に月に使ってたんだけど。最低金額。そう、最低で300万。めっちゃ頑張って。すごいね、それは。で、普通に1ヶ月の間で、まあ普通に500ぐらいのタワーとかポンってやったら、500なんか相当でかい。普通に締め日や締め日で別でやってるから。じゃあ一人。500にプラス。結構頑張ってる。めっちゃ頑張ってる。すごいね。すごいね。だからこれ使いたいんだよねみたいな、これ欲しいんだよねとかって言ったらバンってくれる。あー、すごいね。すごいわ。いずれ26にも使いたいなって。ありがとう。タワーをやりたい。嬉しいね、こう言ってね、2回目なんでこう伝えてくれるの。めちゃくちゃがっつりそこは決めたいよね。タワーしてもらしたいなって思い続けてもらえるように頑張るね、状態。シャンパンだったら、シャンパンだったらそうだな、ロジャーとか。あー、ロジャー。じゃあとりあえずロジャーを1本持ってきて。オッケー、お願いします。ちょっと持ってきます。ありがとうございます。これがロジャーで、これっていくら？うちは小計で9万円。え、安っ。9万。これ9。いやー、飲みましたね。いやー、飲んだったね。めっちゃ飲んだよ。あれから出ます。キラキラキラー。話してくれるとは思ってなかった。楽しいお時間なので、こちらお願いします。はい、ちょっと待ってね。うん、じゃあ、はい、ありがとう。今回、失礼します。よろしく。オッケー。お願い。ありがとうございます。お願いします。じゃあちょっとこのカードでも試してみて。これ
します、はい、ごめんね、なんかこっちのカードもダメだった、これもダメだった、あらまあ、から言うけど多いね。そう、これパパがねカードくれたの。こんなに？そう、私可愛いから、うん、なんかお買い物で使っていいよってパパがカードがくれたの。まあね、さっきもパパに言ったらね、お金に用意してくれるって言ってた。そうそう、関係性が築けてる上でのカードかなと思う。さっきのカード見せてもらった。はい、別にロック。カードさ、一番最後にもらったのいつ、何月ぐらい？ごめんね、こんなに作れないよ、ポンポンカード。結構審査とかがかかるから。で、多分2枚とも切れなかったじゃん。から、ね、さっきこれもらったって言ったけど、一番新しいのもらってるからさ、一番新しいの切れないとか多分切れないのよ、他のもね。でも、とりあえずあと2件買いついてるね。これ全部？残り4つ。ちょっと言わなかったんだけどさ、今たくさんカードこう見せてくれてるじゃん。名義がね、違うのよ、全部。こうやってたくさん飲もうってこうしてくれて、シャンパンもあげてくれて、どうしようかな、言うの迷ってたんだけど、名義が違うからさ。別に自分のね、カードの名義とかだったらいいんだけど、逆に、ある自分の、まあ、カードないし、さっきも言った。でも、パパがそれくれてる時点で、もうそれって私のものじゃん。逆にパパさん、知ってるこれ。知ってる、知ってる。だってこれのカードで、ね、パワーやったり、いろいろしてきてるから問題ないよ。あ、これで今までタマとかしてたの？そうだよ。この教師名してくれてるのであれば、関係性を築くっていうもののツールがお金だなって思ってるから、そこに関しては人の名義じゃなくて自分の名義だったり。思い出だったりを一緒に作っていけると嬉しいなって。言い過ぎかな、やばいかな。いいことではないよ、ね、そうだよね、多分。でも別に新しいパパにまたカードもらえばいいだけの話だし、歌舞伎のお金なんだから、汚い金なんだし、別にいいかなって。ああ、この違う名っぽく。ああ、そうそうそう。だって普通にパパは可愛いからっていう理由でもらってるんだし、それはいいことじゃん。結構でもバラバラだしな。どう、人の、わかんない、俺人のカードは、どうしよう、俺が変かって、どうしよう。ちょっと待ってな。涼太郎くんが変だと思う。本当に？うん、普通によくあることだと思うよ。これ？うん。嘘、これはちょっと硬すぎ。涼太郎くんもエリくんもおかしいんじゃん。おかしい、俺らがおかしい。これでお会計をしてくれる、あ、したいのであれば切りたくないな、これでは。さっきも言ったけど、うん、とか、カードとか、現金持ってきてないもん。じゃあ、どうしよう。じゃあ、売りかけにして。そうだよね、かけもできないからね。え、払われないのが一番まずいから。そう、どうしよう、そうだ。無銭飲食になっちゃうから、どうしようか。いや、だから、さっきから言ってんじゃん、それで切れよって。これで？そう、他の人のカードだから。だから、いいから切れよ。切れるかもしれないから、分かった。そしたら、一旦内見さんに相談するの話。ちょっと待って。ごめんなさい、ちょっとエリさん待って、ちょっと待ってます。僕も初めてのことだったので、警察に、まあ、対応じゃないですけど、預けて、今回のお支払いは警察の方から連絡を待って、どうなるかっていう待ちの状態です。どうなるかちょっと分かんないですけど、次ね、また姫様と会えるのであれば、今度はね、他の人の名義のカードではなく、違うね、お金のいわゆる使い方で